皆さんどうもこんばんは、すももです。今日はクリスマスイブイブなんですけど、お父さんがクリスマスケーキを買ってきてくれたので、これを食べながら雑談を、恒例の雑談をします。なんかこんなもんがついてましたが、私はあんまこういうのにあんま興味がなくてカミカミやな。カミカミ。一応サンタさんもついてます。サムネ撮るのに時間かかっててあのケーキが溶けそうなんで早く食べたいと思うんですけど、部屋が寒すぎて頬張オイルまで凍ってしまってて、まだそんなに部屋も温まってなくって、今で11度ぐらいなんで、まだケーキは持つかな。サンタもさよなら。放送事故マジで放送事故なんやけど、ではいただきます。いただきます。何の話をしようかって考えてたんですけど、今年もクリぼっちなんですけどもうなんか孤独ってめっちゃ楽しいなって思います。で、一応台本作ったけど、そう。で、私は幸せになれない36歳の独身女なんですけど、もう本当に幸せになれない人間やって思ってて、で、一番の原因が、私ってすごくド M なんですよ。で、私と仲いい人やったら多分私がド M なんはすごく知ってると思うんです。まあ、特にお姉がいちゃん知ってるかなって思うんですけど、まあ、これはもう仕方ないかなって思ってて、まあ、なんでド M なんかっていうと、なんか最近その就職活動をしている上で、今の職場って全然なんていうか、その人間関係で嫌なこともなければ、まあみんなすごくいい人ばっかりで、今の職場にいる方が安全なのはわかるんですけど、なんか私すごく虐げられたいっていうと、ほんまに新生のド M かと思うんですけど、まあ、それちょっとなんか違うかなって思って、結構今まで私が今のいる職場じゃなくって、今まで働いてきたいろんな職場あるんですけど、やっぱりそれぞれいろんなおつぼね様がいはって、まあ、私どこの職場にもおつぼね様っているというのを信じてたんですけど、今の職場に来てからおつぼね様がおらへんくって、すごいびっくりして、まあ、それはそれですごく幸せなことなんですけど、なんか私おつぼね様となんかなんやかんやでコミュニケーション取るのが好きやったんやなって思っちゃって、もうやばいなとは思うんですけど、今まですごいいろんなタイプのおつぼね様がいて、まあ言うておつぼね様ってなぜおつぼね様かっていうと、
すごく仕事ができる人ってすごいおつぼね様なんですよ。私の今までおつぼね様やなって思ってきた人はすごく仕事ができる女性ばっかりで、そういう人からなんやかんやで学べることってすごく多かったんです。で、私なんやかんやでおつぼね様にしごかれながら仕事のスキルが上がっていくのがなんやかんやですごくいいことやったんやなって今は思ってます。でも去年も就職活動してたんですけど、去年はちょっとその頃に上げてた動画もあったんですけど、なんかやっぱりちょっとまだ新しい職場に行く自信があんままだそこまでなかって、まあ、結局補欠合格とかしかできひんくって、結局ご縁がなくって、まあ、今に至るんですけど、この1年なんというか、この1年ですごくコミュニケーション能力がすごく上がったなって思って、私すごくコミュ障だったんですけど、今の職場ですごくコミュニケーション能力が上がったなって思いました。で、やっぱりいろんな人から、前から私のことを知ってる人もいれば、新しく仲良くなった方にもなんかやっぱりいいオーラを出してるって言われて、1年前はすごくあんまりいいオーラを出してなかったと思うし、やっぱりそういうのが面接官にも伝わってたんかなって今思えばそうかなって思ってて、今の自分やったらどこでもっていうよりかは、どこでも今の自分やったらいけるという、なんか自信と元気が出てきたというのが正しい言い方かなって思います。まあ、もしじゃない今の自分やったら、まあ、過去いろんな職場にいてたんですけど、もっとうまく立ち回れてたかなっていうのは思いました。そうですね。なんかおつぼね様にまあそらいろんな、もういろんなタイプのおつぼね様いてるけど、そういう仕事のできるバリキャリウーマンからもっと学びたいなっていうのが今の気持ちです。なんか美味しいな。ケーキとかあんま最近は食べなかったんですけど、今年はダイエットも頑張ったし、ダイエットしか頑張ってないが まあ頑張ったと思う、いろいろ。あ、そうで、今新しい iPad で撮ってるんですけど、この iPad はすごいやっぱいいなって思って、まあ、YouTube 見てたら
すごい音が違う。この今までの iPad って平面の音しかなかったのが、なんかさ、左右で効果が違うっていうか、語彙力がないんですけど、サウンドが良くって、結構私ヒーリングの音楽とかたまに夜寝る前とか聞くんですけど、なんかすごいサウンドが違うなって思いました。まあいい買い物したな。で、来年はもっと YouTube にも力を入れたい。なんか動画今までやったら撮影してて途中で容量が足りなくなって切れる心配があったから最後まで食べへんで途中で切ることもあったんですけど、もう今は容量気にしなくていいというので、なんか尺が台本作ったけどもう喋っちゃって何も言うことがないないので、今思いついたことを喋ると、堂安律選手ってサッカーのワールドカップですごい活躍した堂安律選手って最近すごくファンになってるんですけど、YouTube もされてて、めっちゃ面白くて、結構毎日見てるんですけど、でね、それ、ニュースの、なんかインタビューで、堂安選手って結構ビッグマウスみたいな感じで言われてて、自分はできるとか優勝するとか、結構ビッグマウスって言われてて、気が強い人なんかなって思ってたら、すごく心配性らしくって、で不安症でなんか言ってはって、すごい繊細なんやってびっくりしたんですけど、なんかその不安を打ち破るためにすごく練習をしてるっていう話があって、あ、こういう一流の選手でも不安になれば心配性の人もいるんやなっていうの、そういうのを見てすごく意外だったんですけど、やっぱり練習することによってすごくそういう不安とか心配を打ち勝つようにしてるって言ってて、やっぱり私も今就活してて、面接ってやっぱりすごく緊張するし、やっぱり緊張でも前の日から緊張して胃が痛くなることもあるんですけど、やっぱりその不安を消すためには何度も練習と、まあ、実際やってみてのフィードバックも大事やなって思ったんで、まあ、堂安選手にすごい感銘を受けました。堂安選手の YouTube はすごく面白いのでマジで見てほしいです。やっぱり YouTube されてるってのもあって、すごく話し方がうまいなって思います。私もなんやかんやでちょっとマシになったかなって思ってて、何事も練習と挑戦することが大事やなって思いました。よいしょ。これユニクロのミッキーのフリース、
私は好きなものは最後に取っておくので、ラストにイチゴを残しました。あん、うん、美味しかった。どんどん声が入ってもすいません。以上で今回の動画を終わります。バイバイ。